オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場からです。オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介していきます。今日は昨年の2月19日のブログからです。今は亡きあの人へ伝えたい言葉。鎌倉新書さんが出された今は亡きあの人へ伝えたい言葉という本があります。かつてあの人に言えなかったこと、亡くなった後に伝えたくなったこと、思い出や感謝などの気持ちを手紙に綴るというものです。一般の方々から募集し、その中から選ばれたお手紙が本になります。その企画にオフィスシオンも参画させていただきました。何度も読んでいますが、ハンカチがいります。このような企画に出していただくのはとてもいいことですけど、その前にどこに出すわけでもない、ご自分の心の整理として意気込まず素直な気持ちを綴ってみるのもいいでしょう。まだ悲しみの最中にいる方は心の整理ができていません。いろんな後悔の気持ちや恨む気持ちもあるでしょう。文章にならなくても単語を並べ紙に書いてみるだけでも良いのです。心の整理、グリーフワークとしてとてもいいものだと思います。少し心に悲しみの中に折り合いがついて余裕がある方は、何も知らない他人様に読んでもらえるように文章など言葉で考えられるでしょう。文章にするだけで、言葉にするだけで、私は亡くなったあの人へ伝わると思います。魂はあると信じています。きっと気持ちは届くと思います。私もぜひ書いてみます。昨年の2月19日のブログからご紹介しました。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。そして今回1月5日発売のオフィスシオンの寺尾社長監修の漫画で丸わかり、初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、わかりにくいと思われがちなお葬式について事前に知っておくこと、葬儀者を決めるまで当日を迎えてなど、漫画でわかりやすく紹介しています。また皆様からのご質問やご意見、ご感想を募集しています。本ご希望の方、そしてご質問などは住所氏名をお書きの上、メールの方は info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスの方は0742-248422、0742-248422。 お便り、おはがきの方は郵便番号 630-8334、 奈良市西の深夜町43、奈良ドット FM オフィスシオンの係までお送りください。お問い合わせは 0742-248415、 0742-248415、奈良ドット FM へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。